お前自身の手で答えを明らかにするといい。関心に会いたいならチャンスは一年に一度きりだぞ。モンドの風神バルバトスことウエンティから年に一度のゲーセン儀式を聞かされリーユエまで来たんだ。ゲーセン儀式は見逃すところだったな。せっかくリーユエに来たんだからここの人たちに聞いてみよう。リーユエは契約の国であり、神の名は元王帝君と呼ばれているんだ。また七国の通貨であるモラは彼の名のモラクスが由来になっているぞ。だからここはリーユエの人たちと同じように元王帝君って呼ぶようにしとけ。七星ゲーセン儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。元王帝君が毎年神徳を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年神徳を迎えたのは確かリーウェイ七世のユーフ。契約の国では商業と貿易が活発であり、七世という7つの勢力を代表する商人が存在しているんだ。そのゲーセン儀式も七世による主催で行われているんだ。その中でも一番力を持つのが行幸であり、今回のゲーセン儀式への参加が噂されているぞ。ゲーセン儀式では今年1年の経営方針が神である元王帝君から発表されるというのはおさらいしておくぞ。あら、他国の人はいつもそういうのよね。私たちにとってリーウェイの真の管理者はずっと元王帝君よ。後ろにいたら何も見えないぞ。さて、いよいよゲーセン儀式が開始されるぞ。噂通り七星の天柱院である行幸が儀式の準備を進めているんだ。時は満ちた。元王帝君を迎える儀式が開始される。様子がおかしい。元王帝君がなんと空から落下してしまう。帝君が殺害された。この場を封鎖しろ。なんと殺害されたということなんだ。リーユエ到着後早速トラブルに巻き込まれるんだ。何千年も続いた儀式がこの主人公が出席するだけで波乱が起きてしまう。一体何があったんだ今。帝君が殺害されたって、まさか関心が死んだ。あれって戦艦軍だぞ。現場近くにいた怪しいやつを取り調べしてるみたいだ。怖いな。犯人がこの近くにいるなんて。あれ、オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。奴らはあそこだ。聞こえよ。主人公も絶好の疑いの対象となるので、その場から退避しようとするが囲まれる。少年、動かないね。そこを救ったのがタルタリアとなる。モンドで知り合った淑女と同じくファジュイの執行官なんだ。君たちはモンドで淑女に会ったね。淑女、奉仕。お前、ファデュイの執行官か。危険な香りはするものの、常に攻撃的なだけがファデュイではないといった感じを受けるぞ。どうやら淑女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。
北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。交渉は北国銀行に場所を変えるぞ。ファジュイはリーウェで公に取引をしていることがわかるんだ。北に位置するファジュイだが、想像とは異なり金銭的には豊かな国だということが紹介されるぞ。上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。城を出て北に向かうと、霧原の西に石林がある絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。また、元王帝君という神に付随する仙人という存在がリーウェで重要な位置に存在しているんだ。その仙人との交渉の入り口として、禁忌滅却の札を渡されるんだ。主人公が神殺しの犯人に追われているという理由を助けるというのがタルタリアの交渉のネタになるんだ。もちろん、タルタリアはメリットがない交渉なんてしない。しかし、主人公としても手段がないのでまずは仙人探しを行うことにするんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。何者だ？なぜ勝手に絶雲の間に入った？絶雲の間で一人の仙人と出会う。その名は三眼五剣仙人の灼月灼陽神君であり、元王帝君が殺害されたことを伝えるぞ。言語道断、実に嘆かわしい。リーウェ七世、失望したぞ。停戦儀式で元王帝君が殺害されたことと、一般人に容疑を着せたことにより七世に対し怒りを見せるんだ。また、この事象を他の仙人に伝え、このことを共有するよう勧められるんだ。仙人たちに知らせる必要があるだろう。李水定山神君、龍雲釈風神君、他の仙人を随時訪ねていくことになるんだ。リーウェ公は手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。どの仙人も一癖二癖ありそうなんだが、禁忌滅却の札と元王帝君の暗殺の件により巻き込んでいくことができるんだ。元王帝君はどの仙人からも熱い指示を受けていることがわかるぞ。ゲーセン儀式の最中に、リーウェの、いや、この世界の誰がそのようなことを。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。また、プレイアブルキャラクターとして登場することになる、翔、ともこのタイミングで出会うんだ。仙人は誰も一癖二癖ある、翔は気を引かないと話もしてくれないぞ。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは、いろいろ条件はあるものの、ショウのお気に入りの料理を作り会話をすることに成功するんだ。さすがのショウも元王帝君の死には反応したぞ。元王帝君にそんなことがあったとは。仙人たちも会話をし、それぞれの意思を確認するということになるんだ。昨月、李水、龍雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。いや、いっそ先にリーウェ公を鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェ公を鎮圧って何言ってんだよ。リーウェ公を全部ぶっ壊す気か。個性的な仙人の中でも龍雲釈風神君、
派今後も付き合いがちょくちょく発生する仙人なんだ。人と接することを避けながら面倒を見る、そしてどこか抜けているといった好感が持てる仙人なんだ。また、リュウン釈風神君も元王帝君の死については怒りを表すんだ。もういい。速やかに去るがよい。なるほど。昨月蓄養神君、利水定山神君、龍雲釈風神君、高魔体制。タルタリアにこれまでの仙人の対応を報告するんだ。また、これに対しリーユエ七世の対応の不審さについて主人公に伝えるんだ。神の死に対して、リーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り、先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。これは七星と仙人の対立を生ませるような情報と見れるぞ。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。またこの状況を改善できる人間としてタルタリアは一人紹介をするんだ。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だ。ここで登場するのが王城堂の勝利先生なんだ。この王城堂とは葬儀屋のことであり、ファデュイのタルタリアが紹介するだけあって、いろいろ闇が深そうな人物なんだ。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに元王帝君の戦隊に合わせられる。しかし勝利先生は元王帝君の戦隊と合わせることができるというんだ。勝利先生とは一体何者なのか。この物語の中心的な存在であることは間違いないぞ。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユエの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。勝利先生の見解では、そもそも元王帝君含む仙人の時代が終わりつつあるとのことなんだ。勝利先生だけで手に負えない範囲があることを知るタルタリアは、それをお互い補うような旅人と引き合わすといった様子だ。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に元神を送る儀式の準備をしてくれないか。賢明な判断だ。天智園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。勝利は操船儀式を実行するために主人公と手を組むことになるぞ。仙人離れを推奨しつつ、七星が仙人をないがしろにしていることを取り上げる。どこか相反する意思だが、これが勝利の存在を意味深くしているぞ。また誰が仙人殺しの犯人なのかにも興味が薄く、仙人の力を借りつつ、お世話になった仙人への感謝が少ないといった内容は後の関係を表しているぞ。俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう、なかなかの結果だろう。さあ行くなら早くした方がいい。そしてこうしたルタリアにとっても利益とは一体何なのかということも引き続き重要なんだ。でも練習してるから。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は、神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。さて、操船儀式にはいろいろな準備が必要となるんだ。それを勝利の指示の下で主人公は準備を進めていくことになるんだ。ヨドマリ石、継承花、センチリの鈴などを材料として集めることになるんだ。俺が決めるのか。いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。おう、答えは全部もらうぞ。リーウェの様々な商人との交渉になるが、勝利の金銭感覚が庶民離れしていることがわかるぞ。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。そ
その代わり、鉱石や様々なものの品質を見分ける知識は並外れたものを持っているんだ。契約の国、承認の国という絡みのあるイベントになるぞ。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり、岩王帝君は本当に…また、証人は契約の神である岩王帝君はとても尊敬しているんだ。岩王帝君の操船儀式に使うことを伝えると色々対応してくれるんだ。うちは代々、岩王帝君の加護を受けてきたんです。岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、この淀丸石は半額で構いません。儀式が行われるまで、先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？そして材料を揃える中で、船体がどこに保管されているかを勝利が説明するんだ。それは、テイワット大陸の造幣局である黄金屋であると。七国で流通するモラは、すべてそこで作られているんだ。店主、芸商花ってあるか？芸商花についても商人は操船儀式で用いることを知るとサービスしてくれるんだ。お客さん、すみませんが、一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は、岩王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。あら、やっと来た？待ちくたびれたわ。その花を用いて、方向を作ることになるが、のんびり平和な会話をしつつ、一仕事といった感じなんだ。想像よりええ人やね。気ぃつけな、うちまであんたの虜になってしまいそう。先人の鈴を保管しているのは、俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。また、仙人のような雰囲気がある。ピンバーヤも材料の入手で絡むことになるんだ。おや、若者や、花見でもしに来たのかい？ピンバーヤもおそらく依頼主である勝利のことを知っている様子なんだ。すべて知っている感を出しながら、また勝利にも遊びに来いと言っているんだ。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。バーヤの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。お客さんもう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。もう受け取るかい？また歴史あるおもちゃ屋でタコを入手するんだ。では品物をいただこう。金に関しては俺が払うよ。もちろん支払いはタルタリアなんだ。君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の金庫を特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？あ、何の情報を欲しがってるのか分かるのか？そしてタルタリアとのやり取りの中で、彼が入手したい情報に主人公は気づくんだ。さあさあ、何の話かな？おーい、誰かいるか？いらっしゃい。また、フボクロという薬屋で様々な交渉の末、衛生鋼を入手するんだ。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな？もちろん、ここでの支払いもこうしたルタリアになるんだ。ココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。そうだ、共に操船儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。準備が完了したことにより、珍しく勝利がご地層をおごってくれるんだ。そこで七星の行幸のやり手ぶりを聞くことになるんだ。天竺園行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は
彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ。待ってください。私は戦艦軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン。そしてそこに登場するのが行幸の部下であるカーンなんだ。なぜか屋根の上からの登場も気にならないほど、全てが違和感という存在なんだぞ。正確に言いますと、本職は七世全員の秘書ですが、今回は一時的に行幸様の特使として参りました。行幸様がテンチュエンとして正式に出された招待状です。よく見るとよくわからない格好もしている。そんなカンウは話題の軍玉閣に招待すると言ってるんだ。カンウは軍玉閣に招待するも、空に浮かぶその場所への行き方を伝え忘れているんだ。登場の仕方といい、いろいろ常識を逸脱した行動のカンウだが、そのため主人公は行き方を探ることになるぞ。彼と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。ほら、空にあるあれが軍玉閣だ。貿易がもっと強かったらそのまま行けたのに。やめなさい。何事。その最中に会うのが国政だが、主人公が招待されていることは知っているんだ。私は国政リーユ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。彼女はとても直接的で、自分の意見をはっきり言うタイプなんだぞ。そうね。彼女が君を呼んだのは、モンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。またここで主人公が軍玉閣に誘われた理由も伝えるんだ。つまり仙人と七世のどちらの肩も持つなということだが、すごく計算深い感じなんだぞ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの。うわぁ、また大胆な発言だな。まあ、話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。待ってたわ。絶雲の間から帰ってきた。そして軍玉閣で行幸との再会を果たすんだ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天中園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。ザ・できる女の代表といった雰囲気だぞ。軍玉閣を覆うことになると私は信じてるわ。そんなできる女は当然主人公を注目すべき人物として動向を常に把握していたぞ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然よ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。主人公が仙人側につかないよう、七世が殺害したといった疑いを持つなら、その誤解を晴らそうとするんだ。長い戦争があった。たくさんの血が流れ、2000年前に戦争は終わった。新たな時代でもリーユエ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。七世の敵はとうにリーユエコーにいる。
厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。元王帝君の亡骸を隠したのは殺害した相手に対する牽制だということなんだ。さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。仙人の時代は終わった。リーウェ七世さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？と彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。意図したものでなくとも、元王帝君の逝去が七世にとって有利に運ぼうとする国勢の考えにも理解を示しているんだ。ただ、運び方によっては七世が三奪と受け取られるので、それは避けるべきだと考えているぞ。まさかお宝？それか、お金になるチャンス？どれどれ？金器、メッキャップ。何なんだ？ファデュイ。行幸との取引は成功するんだが、やり手の行幸なのでうっかり手のひらに踊らされることにもなるぞ。ファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。軍玉閣はどうだった？謎が深まる勝利先生だが、行幸や国政は証人として認めている様子なんだ。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが、裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。またファデュイについても、彼らと接点を持ちながら彼らの特性もよく理解しているといったところだ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。なあ、今日は野生のルリュリを探すぞ。そんな関係を示しながら操船儀式の準備を続行していくんだ。ルリュリをお探しですか？そうしてカンウとも再度接点が発生するぞ。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め2000年前とは違います。今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。カンウはよく見ると角が生えていることからもわかるが、半分仙人といった設定なんだ。3700年前のリーユエ誕生から把握しており、元王帝君の逝去をとても悲しがっていることもわかるんだ。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。そんなカンウからの協力もあり、操船儀式の準備も着々と進んでいくぞ。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。リーウェに戻るとファデュイと町の外で出会うが、どうやら仙人の登場らしいぞ。旅人、一触即発の爆発を止めるより神官はどこにあるか、お前も考えてみるといい。直接仙人と七世の対峙について対応する前に、勝利からこの発端について考えるように促されるんだ。こうしたルタリアを思い浮かべた主人公は一度黄金屋に向かうことにするぞ。確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。わー、ここが黄金屋か。ここは感が鋭すぎるが、そのタルタリアとご対面といった形となる。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？ファデュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。
また、孔子はようやく本性を表し、ここで主人公と対決することになるんだ。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。もっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。どちらかというと、タルタリアは戦闘を純粋に楽しむといった様子だぞ。宿女師名らにせよ、孔子タルタリアにせよ悪役側に設定されつつ、本当の悪役といった様子でもないんだ。タルタリアの目的としては、神名ら同様、神の心、ということもわかるぞ。こんなの、戦場のベテランにとって、朝飯前だ。では、モラクスの神の心は俺が。それで、一体何をするつもりだ？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。しかし、当然味方といった状況でもない。2000年前の戦争で戦った魔人を呼び覚まそうとするんだ。あの眼神だけでなく、君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。神を失った国は、ジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろん、リーウェの人と一緒に歴史するつもりなら、俺は止めないけど。そして、場面は軍力閣に移るぞ。お前たち、なぜここに？行幸率いる七星と対峙していた、仙人は同じ方向を向いているんだ。どんなやり取りがされていたかは見ぬまま、仙人と七星と旅人が力を合わせ魔神と対峙するといった展開になるぞ。だが、わらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。ここにいる仙人たちも、装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで、新規周期で魔神と戦えるわ。全員急ぐ。今が決戦の時よ。作戦開始。こんな場面を引きつけてしまう行幸だが、さらに軍玉閣に隠れていた兵器を導出し、戦闘が開始されると、邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。
ずれにせよもう後には私に策があるわ。先人の兵器や軍玉閣の攻撃ではマシンは倒れない。そうして上皇は軍玉閣を放棄することに決めるんだ。わかった旅人、助力を願おう。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。マシンを封印することができたぞ。軍力閣という大きな代償はあったんだが、この後で交渉に用いられるのは当然計算済みなんだ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。先人と人間によって生まれたリユエが守られたことを人間の代表として七星行幸がお礼を伝えるんだ。しかしもともと先人がリユエに来たのは元王帝君についてであり、そちらは何も解決してないことを思い出すんだ。そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。やはり先人サイドで龍雲爵風神君をたしなめるのはピンバーヤだ。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由もわかってます。しかし譲歩はできません。何千年生きたかわからない先人に臆することはなく、行幸はいつも通り自分の流れを確保しようとするぞ。しかし先人として簡単に納得できる理由でもないことを示すんだ。行幸なりに人間の心情を訴え、先人に理解を求めるもまだ決定的な要素はないんだ。しかしリーユエはまだ3700年前のリーユエというわけではないんです。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーユエのために考えてほしいのです。傍観者としてお前たちはどう思う。風神は彼らの対立を止めたかった。当然第三者的な旅人としても全てが納得できるような答えを出すことはできないんだ。どちらか問うと先人たちはこの場を収めたいだが、納得する理由が欲しいといったような様子だぞ。それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあこの都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい。このあと一歩間が何によって収まるのか。最後のとどめは、ありがとうございました。千眼軍隊長アイガ、礼を言いに参りました。これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい。危なかったんじゃよ。怖くないよ。千眼軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の回答祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。
みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、リュウン。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。といった具合だ。戻ろう。コウマ大勢、ようやく引き下がる折り合いがつき始めたのか。それでもゆっくりしぶしぶ仙人たちはそれぞれ納得していく様子なんだ。そうしてそれぞれ退散することになる。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。結局のところ彼らも本当にリーウェのことを思って行動しているということなんだ。昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど元王帝君は姿を見せてない。そして、リーユエ到着後のいざこざの発端である、元王帝君、について一体どういうことだったのか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。勝利先生はというと、北国銀行に行ったらしい。タルタリアが悪者だと判明したので急いで旅人も向かうんだ。ファトゥス同士の協力だって？よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ。到着するとどうやら様子がおかしい。なぜ宿女、侍女らがここにいるのか。しかしタルタリアもその様子は意図していなかった様子なんだ。あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と孔子だ。それとお前、あの時のファトゥス。どうやら侍女らと勝利が今回の件を進めてきた計画者といった様子だぞ。ファドゥイの目的は常に変わらない。そう神の心である。今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通り、あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。それをモラクスと約束し差し出せと言っているんだ。神の心は神が所有するもの。つまり勝利とは元王帝君でありモラクスだったということだ。何時に渡そう。勝利の正体も十分驚く内容だが、さらに神の心まで差し出そうとしているんだ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。交渉の概要はこういった感じだ。
勝利は長い間、リーウェを守ってきたが、そのリーウェが次の時代に向かうには自分の存在こそが邪魔なのではないかと、そんな勝利の思いは七星と仙人の行動により見事達成できた。神から人間へ見事移行できたことを、神である勝利は喜んでいるんだ。タルタリアが復活させたマシンこそが、その結果を生んだんだが、まあうまく行き過ぎといった具合だろう。今回全ての件の結末は、俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに、最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのは、リーウェ七星が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと、仙人たちと同じ期待をしたが、まさか、このまま神に取って代わり、俺の死を利用して、リーウェを管轄下に置くとはな。取引は平等が大事だって言ったよな。でも、神の心ほど価値のあるものって、他にあるのか？普通に考えたら、確かにないな。結局、どういう契約がアリハジュエに神の心を渡すことになったのかは勝利から聞き出すことはできないぞ。七国の中でも登場は最後になるだろうが、しばらく契約内容が明らかになることはなさそうだ。だが、きっともっともな内容が明かされるんだと思うぞ。かの氷の女皇が、一体どんな代価を支払ったかについては、お前自身の手で答えを明らかにするといい。そうだ、総選儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。行幸と国政だ。そうして、ようやく迎えた総選儀式の日が来るんだ。帝君の魂は、皇天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。元王帝君を送る儀式とともに、次の時代の幕開けといった様子が控えめに伝えられることになるぞ。では天中園様のスピーチは以上です。おい勝利、リーユエの人々はもう元王帝君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。神である役割から降りた勝利派穏やかで落ち着いている。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。長かったリーウェの物語は終わろうとしており、次の国の稲妻の神についての情報も少し聞けたんだ。そんな稲妻は現在鎖国中で日本がモデルになっていることが想像できるぞ。勝利、お前はリーウェの元王帝君だし、何か知らないか？稲妻は一体何のために鎖国したんだ？それは神の目だ。鎖国しているだけあって何らか問題を抱えている様子もわかる。それが神の心が関わっていることもこのタイミングで聞くことができるんだ。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で、永遠だけが天理に最も近い。では、鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな。きっかけも必要だ。では、次は稲妻編でお会いしましょう。